はい、ナルティメットストーム4体験版実況やっていきたいと思うんですけども、実はですね、前までちゃんと動画あったんですけども、間違えて消してしまいまして、まあ、今回2回目ですかね、2回目になるこのナルティメット実況の方をやっていきたいと思います。まあ、撮り直しっていうことで、間違えて消しちゃったのはちょっとあれなんですけどね、まあ、100回ぐらいもね、見てくださった人もいた、見てくれたんですけども、まあ、間違えて消えたってことで、もう一回ちょっと撮り直していきたいと思います。で、ナルティメットストーム4の体験版の内容と言いますと、まあ、ストーリーの序章の部分ですね、昔戦われた、初代火影、柱間ですね、柱間と、内葉帯と、が今戦うシーンを今回この体験版でできると。いうことなんで、まあ、ぜひやっていきたいと思います。それでは、スタート。上。やはり動きを止めるが先決か。木刀、木竜の術。よし。やはり貴様との戦いは心躍る。で、これ一回評価があって戦い終わると BA とか S とかなっていくんですけども、評価つけられるんですけど、動画が上げた時、前動画上げた時は評価が A でした。なので、まあ、次は S を取りに頑張っていけたらなと思っています。ということで S 目指して評価 S になるように頑張ればいいかなと思います。ミスった。本気で来い。出なければつまらぬ。当たらんぞこんなんじゃ。 OK。樹木ごときで封じ込められると思ったか。あれは、あの武器が取ると、いや、ちょっと待て、見けてみよう。いけ、はいはい、よし。で、これが今投げ技になってます。うーわ、マジか、取れんかった武器。おじけづいたか。受ける。丸。よし。ここで叩く。で、今回初めての武器が出てくるんですけど、ストーリー。まあ、ストーリーだけなんですけども、こういうのは。武器が現れて、なんか取れるみたいなのが今回新しくなった。とこですかね。まあ、他にもまあいろいろあるんですけど、こういうこの装備破壊っていうのがあって、これで相手の防御力を下げれると。で、今その装備破壊になった状態のうちに倒していくと、まあ、相手の体力が減りやすくなっていくという感じになっています。踏み込みが足りん。踏み込みが足りん。甘い。よし、これで少しはおとなしくなろう。ああ、行くぞ。お前にこれを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。バツ。くらえ。受けてみよう。で、技ボタンを押すと、あれなんですけど、前は、さっきは手裏剣掛け分身だったんですが、あー、やべ、武器破壊された。武器を持つと、まあ、
ちゃんと術が変わっていくと何をしている、いう形になって、あれ間違えて、やべやべ、はいはい、何をしている、で三角ボタン長押しでチャクラを貯めていく。結構チャクラ、ナルティメットストームシリーズはやっぱチャクラは必要ですからね、本当にチャクラがなくなっていくと結構不利になっていくんで、やっぱこういうのは大事にしていった方がいいと思います。はいはい、よしよし、あこれでとりあえずキュービもうキュービめやれ、モクトン、オッケー、いやすげえよな本当、また綺麗なんすこれ、もう本当すごい、よし、おい、美獣にスサノオ、きた、スサノオですね、お互い温まってきた頃だ、ああ勝負、あはえーか、じゃあ次2回戦目、美獣にスサノオついた、キュービにスサノオついたやつと、柱間の木人が戦うシーンでございますが、ここをやれるということで、お前のキュービと俺の木人どちらが上か決着をつけるぞ、望むところだよ、でまた細かいところに凝っててすごいんですよ、これ倒していくとスサノオが剥がれていくんですよ、ちゃんと、まだちょっとあれですけど、まだだんだんやっていけば見えてくると思います。これはどうする、柱間よ、オッケー、バツ、めっちゃ楽しい、すっげー楽しいやはりお前との戦いは別格、いいね、楽しいですね、お前と戦いたいとは思わぬ、やば、俺の友だ、やばいやばい、そんなにこだわるからお前には見えないのさ、本当の夢ってやつがな、行くぞ、やべ、危ない、あれでも前回より難しくなってるような気がするんですけど、気のせいかな、超難しい、超難しい、超難しいわけじゃないですけど、なんかなんだろう、前よりか難しくなってる気がするかな、今やるべきはただ目の前の獣を攻撃することだけ、おちゃんと剥がれてすごくね、ほんすごくねって、ちょっとすごくないですかね、もうほんと左腕部分がもうキュービ見えてるんで、ね、やるな柱間、だがまだ終わりではないぞ、行くぞ、いやいやあの武器が欲しい、だけど近くにいるな、いやー取れない、すげえ取りたいんだけど、こっちもろとも吹き飛べ、うわっやらせんぞ、オッケー、やるな柱は、俺のキュービをここまで追い詰めると、やばい、やべやべやべ、この余興はまだ終わらせん、
おいし、おい。消えろ柱間。おい、おい、おい。バツ。ということで、こんな感じで逃走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。はい、ということで、己の信ずる道を歩むためにすいませんね。もう、はい、ということで、ナルティメットストームの方はこういう形でストーリーが始まっていくっていうわけでございます。はい、ということで、結局 A だったな。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ2回目なんですけども、でもうこのナルティメットストーム4はですね、もう予約はもうすでに済んでいまして、もう夏にはもうとっくに済んでいます。もともとね、このゲームは秋に発売される予定だったんですが、発売が延期されたということで2月になっています。はい、ということで、これで終わりだということで、まあ、こういう形で、またね、ナルティメットストーム4が発売されたら、どんどんやっていきたいと思います。多分ね、あれなんですけど、もうナルティメットストーム4シリーズはもう大好きなんで、多分これが主に動画上がっていくと思います。発売されたら多分ずっと上がっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければいいかなと思います。はい、もう、これは得意なんでね、もうナルティメットストーム、もうぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、ほんじゃーな。